おはようございます。おはようございます。カマキリさん、ヨハネさん、ウタちゃん、おはようございます。メイさん、おはようございます。今日はですね、桜の別なスポット、別なスポットに来ました。ここは毎年、来てるとこですけど、比較的桜がたくさんあるとこです。ご苦労様です。まずですね、今日はね曇っててですねあまり冴えませんけれども、まず桜をお見せしましょう。やはりですね天気でないとなかなか綺麗ではないんですが、シルさん、カナメさん、ルカさん、ウダちゃん、おはようございます。サオニーガさん、キョウケンさん、ヨハネさん、ここに面白い桜があるんですね。これねしだれ桜じゃないかと思うんですが、しだれのような桜、しだれ桜だと思うんです。こういう桜がありますね。それから向こうの方に行ってみましょうね。これは山桜じゃないかと思うんですが、白い桜ですね。わかりません。やはり天気じゃないのが残念ですが、仕方ありません。こちらはソメイヨシノだと思います。ちょうど満開ですね。少し散ってるぐらいですかね。少し散ってます。もう今日はちょっと晴れることはないかな。今日のタイトルはですね、桜で天国を信じる。どういうことでしょうか。アリエルさん、おはようございます。そうですね、結局ですね、神様はですね、桜を通して天国気分にしてくれます。そして、この、桜はですねまさにですねこの天国の雰囲気があります。天国の雰囲気があります。子猫さん、おはようございます。そして、桜を見てるとですね本当にこうなんて言うんでしょう、華やかというか、なんて言うんでしょうかね。まさにこの、天国気分なんですが、今日のタイトルはですね、結局神様を信じる。この世界を作り、宇宙を作った神様を信じるということとですね、天国は神の国ですよね。で、この地上は神の国ではないんですけれど、私たちはこの地上でいろんな苦しみとか悲しみを知っています。しかし神様はですね、そのような私たちに、それは神がいないためにいろいろ人間には苦しみがあるんだよ。しかしあなた方はイエス・キリストを通して神の国に入ることができるんだよと教えてるんだと思います。多くの人は落胆してます。多くの人は、ネガティブな気持ちになっています。
でも、神様は私たちイエス・キリストを見てですね、イエス・キリストを見て神を信じ、そしてまた天国を信じてほしいのです。福井頭の位置に桜があるんですね。そうなんですよ。この桜が普通はですね、まあ、上の方にあるわけですよね。上の方にあるんですが、まあ、そういう桜もたくさんあるんですけど、私はあの低い桜を、まあ、いろいろ探してきてですね、低い桜でもっと身近にね、桜をもっと身近に見てほしいのです。なかなかこれだけ低い桜っていうのはちょっと、珍しいのではないかと思うんですが、こうなるとこう上から桜を見るみたいなね、上から桜を見るような感じでもあるわけですね。桜の香りあまり匂わないね。桜って匂いがあるんですかね。私あまり桜の匂いってイメージが、かすかにあるんじゃないかな。ちょっと花粉がついた。かすかに香りがあるんじゃないかなと思いますが、よくわかりません。ゆうさん、おはようございます。けんちゃん、おはようございます。それでですね、皆さん、桜餅だと葉がいい匂いします。ああ、そうですね。桜餅の葉っぱはなんか匂いがある感じがしますね。ルルさん、おはようございます。それでですね、私が言いたいのはですね、神様はですね、天国があるんだということを教えたいんですね。天国があるんだよ。あなた方は今天国じゃないかもしれないけど、あなた方は天国に行くことができるよ。イエス様が最初に伝道した時にですね、悔い改めなさい、神の国が近づいた、神の国が近づいたとおっしゃいました。つまり言い換えれば天国が近づいたということですね。天国が近づいた、それはですね、イエス様が来られたということです。イエス様は、私たちに、その天国への招待、天国への招待で来られたわけですね。多くの人はですね、多くの人はこの闇の中に生きているので、闇の中で生きているので希望がなく、その、神の国を知らずに、生活しているわけです。あ、シャープさん、おはようございます。その桜は地面から何センチのところですか。地面からここはですね、1メーター70ぐらいですかね。1メーター70ぐらい。子猫さん、桜の香りは甘い香りがすると聞きました。桜の香りは甘い香りがすると聞きました。若干しますね。でも、よくわからないですね。そういうわけで皆さん、私たちはですね、イエス・キリストを信じると、天国があるということを確信できます。同時に地獄があるとも確信できるんですね。イエス様を信じないと天国と地獄を信じることができません。死んだらおしまいだ。死んだら無になる。科学的にそうでしょう。死んだら人間はもう何もなくなっちゃうんだというのが多くの人の考えです。でもそれは、知らないということですね。それは天国と地獄があることを知らない。
まあ、知らされ、知ることが、まあ、できない、知ることが許されてない、そんな感じでしょうかね。ですから皆さん、皆さんがイエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して、そして桜を通して、桜を通して天国があるかもしれない、天国があるなら行きたい、そうですよね皆さん、天国があるのは当然ですね。当然誰でも天国に行きたいわけです。でも天国があることを信じないので、天国があることを信じないので、天国に行こうと思わないわけです。しかしイエス・キリストを信じるとですね、天国があることが分かってきます。天国があることが分かってきて、天国に行きたい、天国に行きたいという気持ちが出てきます。私たちクリスチャンの信仰というのは、天国に行きたい、天国に行きたい、もう本当に天国に行く準備をするんだ、神様に、神様にですね、選ばれて、神様に選ばれて天国に行きたいという、そういう気持ちなんですね。ちくわさん、おはようございます。のさん、無になることはないんですか。無になることはありません。人間は死んだ後ですね、天国は地獄に行きます。ちょっと向こうの桜を見ましょうかね。向こうにもありますから、そうですね、天気だと綺麗でしょうね。天気だともう3倍4倍綺麗だと思うんですが、まあ今週また天気の日もあるかもしれません。そしたらまた来たいですよね。シャープさん、その桜のように背の届くぐらいの高さに天国があったらいいのと思います。はい、それでですね、皆さん、私たちはですね、何かもうこの深いね、この穴の中にこう落ち込んでてですね、深い穴にこう中にこう閉じ込められている感じなんです。そしてですね、多くの人は、真っ暗なその穴の中で、まあ、絶望的な思いになってるんですね。そして、クリスチャンにとってはですね、クリスチャンにとってはその穴の上の方のですね、上の方にちょっと光が差してね、光が見えるんです。そして将来ですね、将来イエス様がその穴からこう救ってくれる、将来その穴から救ってくれるというふうに考えます。ですから、しばらく穴の中にいなければなりませんが、しばらく穴の中にいますけど、でも、やがてイエス様がですね、その光の方に、こう、救ってくれる。穴からですね、引き出して、そして光の世界に、救ってくれる。まあ、それが信仰です。でも、多くの人は上を見ないので、上に光があることが分からずに、周りの、ね、暗い闇の穴の中でうごめいているわけですね。多くの人は暗い穴の中でうごめいています。しかし私たちは上を見てですね、光を見て、この上の方に光が輝いていて、その光からイエス様が来てくれる。そしてその穴からですね、ロープかなんか分かりません、実際はロープじゃないんですけど、ロープがこう落ちてきてですね、その深いその
穴の穴から私たちを引き出してくださる。それが救いですね。それが救いです。子猫さん、人類にコロナウイルスが蔓延していても、自然の風景やお花には全く影響ないですね。やはり神様のお力が働いているのでしょうか。そうですね。桜はコロナと関係ないですね。どんなにコロナが蔓延しても桜はきれいに毎年咲いてくれます。もちろん桜の病気っていうのもあるかもしれませんが、神様は私たちを慰めるために桜で私たちを慰めてくれます。桜だけじゃないですよ。もういろんなもので神様は私たちを慰めてくれます。うたちゃん、私たち人間は一度死ぬこと、そしてその後に、裁かれることが決まっています。永遠のベストセラーである聖書が語っていますが、生まれ変わりはありませんね。前世や輪廻転生は偽りです。そうです。輪廻転生は、それは嘘ですね。嘘です。私たちは、生まれてですね、永遠にたった一回の人生、たった一回の人生で、私たちはイエス様と出会うチャンスがあるのです。そしてイエス様を信じることによって永遠の御国、永遠の天国に行くことができます。多くの人はそれを知らないです。多くの人は地獄に向かっていることを知らずに、自分勝手に生きて神から遠く離れています。神様を知らず、神の心を知らないで、自己中心的に生きています。そして地獄に落ちたとき、地獄に落ちたとき後悔しますが、もうそのときは手遅れなんですね。手遅れです。地獄に落ちる前に、悔い改めて、イエス様を信じなければ、罪が残って裁かれてしまいます。イエス・キリストを信じることによって、その罪がですね、十字架によって赦免されるんですね。十字架は私たちのですね、恩赦みたいなものですね。あなたがイエス・キリストを信じるので、あなたの罪を許そう。イエス・キリストが身代わりに罰を受けてくれたので、あなた方の罪はイエス・キリストのゆえに許された。ですから裁きに合わないのです。イエス・キリストを信じるというのは、その裁きに合わないということですね。裁きに合わないのです。画質が悪い。あ、ごめんなさい。ここもしかしたら電波がちょっと電波が悪いんですね。だからちょっと画像が悪いかもしれません。申し訳ないですね。シャープさん、桜っていつくらいまで咲いてますか？ですね、もう今週末では散ってくるんじゃないかな。もうちょうど満開でね、今が満開でですね、どうですか、少し散ったりでしょ。もうすでに、散り始めてますね。桜によってちょっと幅が、ちょっと違いがあるんですけどね。もう散ってる桜もあります。散る時も美しいですね。そうですね、花吹雪っていうのがありますよね。こう風が吹くとね、桜の花びらがこう吹雪のようにこう落ちてきます。それは花吹雪と言いますよね。花吹雪。はい、それではですね、明石タイム行きましょう。カマキリさん、玉置園の池の周りにも咲いていますでしょうか？玉置園のね、何でしょうかね、駅の近くにも桜がたくさんあるんです。ただね、電波が悪いですね。
電波が悪くてですね、やっぱりこう電波が良くて桜がまあこういうね、この身近に見えて、そしてかその何でしょうかね、放送ができる場所、なかなかね放送する場所っていうのはありそうでなかなかないんですね。子猫さん、仏教の人は仏教の世界の天国へ行って、キリスト教の人はイエス様がおられる天国に行くと、ある YouTube 動画を見てましたが、仏教徒でもイエス様に罪を懺悔し全てを委ねたらイエス様のおられる天国に行くことは可能でしょうか。もちろんですよ、天国の仏教の天国なんてないですよ。仏教の天国はありません、ね。聖書によるとですね、この世界は一人の神様、ね、一人の神様によって作られました。ですからイエス様以外の神様、イエス様以外の神様はですね、存在しないんですね。存在しません。作られた、人間が作った神様、人間が作った神様ですね。愛子さん、私の放送はですね、パソコンじゃないんですね。パソコンじゃなくて、スマホのアプリですね。スマホのアプリで、放送しています。シャープさん、玉置県前という駅ですか。そうです、玉置県前という駅の近くにも桜がたくさんあるんですが、まあ、そこはですね電波が悪いんですね。子猫さん、仏教の天国はないんやね。わかりました。犬さん、なぜ神様が一人だってキューちゃんは知ってるんですか。考えてください。犬さんを産んだのは何人のお母さんですか。犬さんを実際に産んだのは何人の女性が産みましたか。一人ですよね。一人の女性が犬さんを産んだんでしょう。だとすれば、この地球を作ったのは一人の神様じゃないですか。宇宙を作ったのは一人の神様じゃないですか。ですよね。はい、それではですね、明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、そして、神様が作った自然を通して、きれいな桜を通して天国があるということが、分かるようになったかし、イエス様が、ごめんなさい、天国があるということが分かるようになった証、スタート。分かるようになった証、スタート。うたちゃん、この世界を作った神様を信じながら、他の神様を信じることはできません。それは偶像礼拝です。神様がいっぱいいたら喧嘩になってしまいます。サオニゴさん、イエス様の名によって祈ると、不思議と敵を許せた。神様のお力は、確実に存在する。アメン。はい、子猫さん、アマテラス大神は偶像ってことです。まあアマテラス大神という、まあ、人間はいたのかもしれません。それと言われるような人間がいたかもしれませんが、それは人間であって神様ではないんですね。神様ではありません。人間だと思います。日本の神社
日本の神社はですね、ほとんど人間を祀ってますよね。菅原道真とかね、明治天皇とか、ほとんど人間が神として祀られている。それはですね、その非業の死を遂げた人間がですね、たたらないように、祀ることによって、ね、祀ることによって災害を減らそうとしたということですね。アジェルさん、どんなことがあってもイエス様が助けてくれると信じています。何かあった時イエス様に祈り、悔い改め、許し、イエス様についていきます。アメン。高橋さん、油断していると地獄に落ちてしまいます。地獄に落ちる人はとても多いそうです。カマキリさん、桜はイエス様からの救いの象徴だということが分かりました。桜だけではないでしょうが、桜は年に一度短い期間しか咲かないので、この世の人生を表しているように思います。まさにその通りですね。まさにその通り。桜はですね、ほんの短い間だけ咲く。私たちの人生も本当に短い桜のような人生。桜のような人生ですね。シャープさん、中古の聖書を読んでいたら良くないでしょうか。いや、構わないですよ。中古の聖書でもいいと思います。ルカさん、桜を見てこんなに美しいのに、天国に咲く花はもっと美しいと思うと、想像するだけで幸せです。必ず天国に行けるように、いつもイエス様に感謝と賛美をしていたいです。アメン。本当にそうです。私たちは天国志向。天国志向っていうのは、天国に向かうということですね。天国志向になって、天国に確実に行けるように私たちは準備しなければいけません。私はね、天国に行けると信じています。私は死んだ後天国に行けると信じてますが、でももっと確実にと言いましょうか、もっときちっとですね、きちっと天国に行けるように、さらに、イエス様に対して忠実に歩みたいと思っています。万が一でも天国に行けないことがないように、準備をしています。犬さん、天国の桜は散りません。天国の桜は散りません。うたちゃん、この世界がもし偶然が重なってできたのなら、人間も偶然の産物なので、生きることに目的などはありません。しかし神様がこの世界を作り、神に似せて人間を作ったなら、私たちは生きる目的も、生きる意味もあります。苦しい時にはイエス様が助けてくれます。そうです、皆さん。多くの人は、神を知らないので、神様を知らないので、すべてが偶然に見えるんです。でもね、桜を見て偶然だと思いますか？皆さん、桜を見てですね、こんなに美しいものが、偶然あると思う方がおかしいです。桜には桜の、遺伝子があって、DNA があって、その遺伝子は非常に複雑ですね。すべての生物の遺伝子はものすごい複雑です。コロナウイルスというちっちゃなウイルスでさえも、遺伝子を持っていて、複雑な遺伝子を持っているんです。それが偶然できたとは到底思えません。ユウさん、天国に行けるように、私もイエス様に忠実にイエス様を見失わないように生きていきたいです。イエス様はもうすぐ来られます。置いていかれないようにイエス様についていきます。アメン。
栗子さん、植物のような神様が人間を作るのはちょっと変ですよね。人間は神様に似せて作られたんですから、神様は人間以上ですね。神様は人間以上です。シャープさん、ここの兄弟姉妹の皆様は天国に行く準備を毎日コツコツとしているのだと分かりました。アメン。ウイガさん、綺麗な桜ですね。イネさん、地獄の桜は枯れ木ですか。地獄にはですね、もう全然、全然ですね、花はありませんし、動物もいないし、もう地獄はですね、まあ、なんて言ったらいいんでしょうかね。地獄はなんか下水道みたいなもの。もう、臭くて、暗くて、暑くて、ね、まさにですね、なんと言ったらいいんでしょうね。まさに地獄です、地獄です。サオリグさん、私もその動画見ましたよ。架け橋音。架け橋音っていう道具ですよね。面白いですね。あの方はね、クリスチャンではないんですけど、ユダヤ人で、あの方がクリスチャンになってほしいなと思います。架け橋音という動画が YouTube にあるんですね。スカイエンジェルさん、私も天国に行けるように小さなことからコツコツやっていきたいです。そうですね。イエス様を信じて、イエス様の教えをですね、よく学んで、イエス様の心をよく知って、そしてイエス様の弟子として歩みましょう。ね。イエス様の弟子として歩むんですね。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、もう一回ちょっとですね、桜をちょっと全体的に。これは白い桜ですね。アリエルさん、私も確実に天国に、行きたいので、毎朝祈り、寝る前祈り、賛美して、何かあったら反省し、悔い改めて、イエス様に許してもらい、感謝しようと思います。そして全ての人を許し、全ての人に愛を持って優しく接したい。アメン。アメン。それが神様の御心です。神様の御心は、私たちは、誠実に生きて隣人を自分のように愛し、正義を愛し、平和を愛し、神の御心を行うことです。私たちは、罪のゆえに、嘘をつき、人を騙し、争いを起こすようなものでした。しかし、イエス・キリストを信じることによって、罪が許されて、神様の御心に生きることができるようになりました。それは、神様がイエス・キリストを使わして、すべての人がイエス・キリストを信じて、神に栄光を返すためです。シャープさん、天国にしか興味がありません。この世はもう疲れました。天国でゆっくり休ませてください。もちろん天国は安息の地です。でもシャープさん、天国は安息の地ですが、私たちは天国行くまで
この地上で神様の働きをしなければなりません。しかしそれはこの世の重労働と全く違う、本当に、苦しくない仕事、苦しくない仕事です。私の荷は軽いと言われました。ですから兄弟姉妹の皆さん、しばらく我慢して、しばらく我慢して、イエス様が来られるまで忠実に熱心に神様の仕事をしようではないでしょうか。神様の仕事、それは、イエス様の教えをしっかり守って、世の光地の塩となって人々を励まし、人々に福音を述べ伝えて、一人でも多くの人を救う働き、一人でも多くの人を救う働きです。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、この美しい桜を見て、天国があるかもしれない。天国があるかもしれない。天国があるなら天国に行きたい。天国があるなら天国に行きたい。そう思う方、アメン。アメン。天国があるなら天国に行きたい。天国があるなら天国に行きたい。そう思う方、アメン。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 天のお父様っていうのは、天国にいる父なる神様。天国にいる父なる神様は、ちょっと早口で言うと、天のお父様、天のお父様、天のお父様ということですね。天のお父様、感謝します。日本にはこのような美しい桜があります。これは日本にとっては本当に特権です。日本には四季があり、四季折々素晴らしい自然があり、季節感があり、なんとそれは天国を表しているような感じがします。日本は自然が豊かであり、それは神様に特別に愛されているのではないかと思います。本当に主よ、日本の四季を感謝します。日本の桜を感謝します。そしてその自然や桜に、表されている神様のメッセージ、神様のメッセージを受け取ることができますように。神様は、この自然を通して天国を教えようとしていると信じます。天国を教えようと信じて、していると信じます。どうぞイエス様、今アーメンと言った方々が天国を信じますように。天国を信じて、イエスキリストを信じることによって天国に行けるんだ、イエスキリストを信じて天国に行けるんだということを、信じることができますように。そしてそれが本当の希望、この世が希望ではありません。この世は、一時的であり、桜が散るようにこの人生も散ってしまいます。しかし、私たちが、死んだ後天国に行くならば、永遠の天国、永遠のパラダイス、永遠に、存続する世界の中で永遠に、天国を楽しむことができます。もし天国に行かないならば、永遠に花のない、喜びのない、光のない、永遠の苦しみの世界に行ってしまいます。多くの人は死んだら無になると言いますけど、そうではありません。多くの人はその罪のゆえに、永遠の暗黒に行ってしまいます。どうぞイエス様、多くの人が目が覚めますように、多くの人が、目から鱗が落ちて、神がおられること、天国があること、地獄があることを気づきますように。桜を見て気づきますように。桜を見て気づきますように。
日本に桜が与えられています。桜を見て、美しい桜を見て、美しい天国を信じることができますようにしてください。感謝します。多くの人の目が開かれますように、目が開かれますように、目が開かれますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、それではですね、今日は残念ですけど天気じゃなかったですが、明日は天気の桜を見ることができるかもしれません。それではまた夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。シャローン。ありがとうございました。シャローン。シャローン。シャローン。